空ネットです、えー。地域密着型のソラネットでございます。明日ね、まとまった雨になりそうなんですよ。なんか桜の質問があるみたいで。はい。雨ってあるじゃないですか。うん、最下雨ってあるじゃないですか。はい、その桜の花が散る基準っていうのは、雨の強さなのか、それとも桜の力強さなのか。<ー>悩ましいところ。いい質問ですね。はい、答えたいと思います。この後。あ、お願いします。はい、満開の桜に風雨風雨ですからね。うん、ちっちゃわないか、ちょっと心配です。そして。 今日タイヤ交換アドバイスしたいと思います、はい、改めてもうしたらいいのかどうかこれ、はい、後半にお伝えをしたいと思いますえまずは暑かったですよね暑かったですもうコートいらない、はい、本当にね福島ってねなんかこう程よいこう空気感の時がね、はい、あんまり寒いか暑いかっていう特に最近はそういう顕著な傾向がありますけども、はいえー、今日のですね最高気温 会津若松、4月上旬としてこの30年で2番目の暑さなんでもう夏日一歩手前、えー、福島も24.2度ということで週末から暑くなりまして一気に桜がですね咲き進みました、はい、まずは桜じゃなくて花ももの里、ここもすごくきれいになりましたね、うん、黄色と赤、<ー>そして藤田川って結構、ですね郡山の中でも遅く咲く桜なんですが。 えー、だいぶ先進んでいますこれは週末あたりかな<ー>そしてもう一つこれ、えー、いわきのソメイヨシノなんですけども、はい、これね真ん中の花のこの芯の部分が赤くなると散るサインなんですだからいわきはそろそろ散っちゃうのかな、うん、残念ながらねはかないですよねそして私の好きな桜です「自徳寺の種まき桜」はい、これね豪華絢爛。 すごいでしょうすごいね、あのぜひ実際皆さん行ってみるといいと思います、はい、そしてこれも私、福島で好きな桜、豊いい、ね、水の桜です、これは水,水とのシンメトリーがとっても綺麗ですねなんか豪華ですね、これもね、一本桜で綺麗です、種まき桜ですね、はいうん、そして玉川村のこんぴラ桜、これはね、水仙とか花とのコラボレーション、そして夜桜も綺麗です、とつべ、そして滝桜、<ー>まだ三分咲きですよ。 きれいでもこんなにライトアップされるときれいなの、はい、そして南湖神社白川にも到達きま,したかきましたねそして猪苗代はあ観音寺川まだですねまだまだ観音寺川は来週週末あたりかなそして敦賀城会津の皆さんおめでとうございます会津に桜前線が到着いたしました <laughs>、はい でもねこの会津の桜前線の到着も随分昔に比べると早くなってるんですよ。うん、これ今日入学式おめでとうございますね皆さん福島第二中学校桜が咲く中行われたようですということなんですが今も当たり前じゃないですか、はい、あの入学式で満開の桜っていうのはそうです、ね、ところが1989年見てください4月6日全く咲いてない全く咲いてないです <laughs> ちょっとピンボケで申し訳ないんですがこれね桜は当時つぼみ。 80年代の入学式のニュースはあまり外の映像がない、えー、これどういうことかと言いますとちょっとこちらね見てみましょうかデータ年、えー、年から90年平均は4月14日あ結構遅いだから入学式に桜が満開なんてことはなかった最近はというとこちらですもう当たり前、うん、ということでいかにこれ温暖化が進んでいるのかっていうのがよくわかるかというそういうニュースだと思いますデータだと思います 世の森はどうでしょうか。見てみましょうか。うん、先ほどニュースで取り上げましたけれども、あこれは週末だ世の森の桜祭り大盛況でございました。えー、盛り上がってますね。というのをいただいております。はい。であのね日中は喧騒だったわけなんですけれども、えー、今の世の森の様子見てみましょうか。うわあ結構人がいますね。はい。ちょっと風が強いかな。 現在なんですけども世の森の桜七分咲きということになっております、えー、でこちらのデータ世の森地名の由来はこの桜は誰が植えたのかっていう話題をちょっとお伝えしたいと思うんです、ね、考えたことなかったです世の森ってなんかすごくね <laughs> あのなんなんかこう趣のある名前じゃないですか、うん、素敵な名前ですよねこれ地名の名前はこういうことなんですよ北陸から相馬藩に来た移民が富岡に逃げ込んだ で果てしない荒野だと思ったた土地に森を見つけ夜のうちに森を見つけたということだから「夜の森」そしてこういう説もあります岩木藩と相馬藩が領有争いをして「夜の森じゃいやいや夜<あ>の森じゃって言って、えー、それであの桜を植えた面白い,っていう説がございますけれどもじゃあ誰が夜の森に桜を植えたのかこの人たちが桜を植えたわけじゃなくて、うん、誰が夜の森に桜を植えたのかこちらの VTR ご覧ください。 昭和九年ですだいぶ前昭和9これ SL が走ってて <laughs> <ん>でここにですね世の森の桜をお花見で見に来る人たちがたくさんいますすごい,すごい人でしょうすごい人 ね、こんな大,大,大きな大たくさんの人がいる、でこれをです、ね、つくあの作ったのが実は半外清樹さんといって,言って、えー、小高の実業家の方で<ー>1900年にです、ね、新しい村を作るためによの森を入手して記念に300本の桜を植えたというところからこのよの森の桜はだいぶだから歴史は深いんですよね、はいわこんんな風に盛り上がってるんだ踊ってる、それぐらいこの、ね、春が来た喜びをです、ね、体に表してるんでしょうね。う えー、さあ、この桜がじゃあ散ってしまわないか気になるところでございますけれども、はい、こちら見てみましょうか、明日のこれ、えー、ジオラマでございます、高気圧から、アレッタの湿った空気が流れ込みます、はい、ということで、雨の種となった湿った空気が大量に流れ込みます、ということで、明日は雨雲が発達して、一日中、本降りの雨になりそう、えー、心配ですねいうことなんですよね、はい、だから明日の雨はこんな雨です、イメージとして、VTR。 こういう感じで桜に雨がこうたたき叩けられそう、花に嵐っていう言葉があります、はい、これ、物事がうまくいかない例えなんですよね、うどうしてもこの季節は風や雨が多い、そしてもう一方で、こういう言葉もあります、桜は7日、はい、これ、花の命は7日ということなんですよ。ということなんですよ。でも、専門家に聞いた、今のはことわざでした、桜は開花から10日で散り始めます。 一斉に花を咲かせるために木にとってはとっても体力を要するということなんですよね、えー、だから受粉が終わるるととパッと散るつまりですね古賀、えー、さん受粉が終わると散る、はい、役目を終えて、はい、というのが桜なんですよだから晴れれる日が多ければ多けばいいほど桜は早めに散っちゃうということとこですじゃあ明日の雨咲いてない桜にとっては最下位なのかどうかということなんですがまだ開花していない桜には恵みの雨です 一斉に花を咲かせるので水分をたくさん消費するほら<ー>体力使うから、はい、だから雨が降るっていうのはまだ降ってない桜にとってはすごくいいという、うん、じゃあこの雨を機に咲き始める桜もあるんです、ね、そう出てくると思います、はい、では明日どうなるのかっていうのを見てみましょうかあす、えー、の天気です、えー、残念ながら浜通りのいわきの市街地の桜は花散らしの雨になっちゃうかなう 大体その開花から1週間ぐらいはまだ大丈夫ですけども市街地は1週間過ぎてますからね残念ながら散り始めてしまいそうですで明日昼前後にザーザー降りになります1時間に10ミリ以上で風も強いので傘さしても濡れてしまうぐらいの雨が降り降ると思います中通り見てみましょう こちらが朝がザーザーぶりですね、えー、なので明日朝かなり渋滞するんじゃないかなと思います早咲きの桜例えば立花高校のあたりの桜はちょっと散り始めるのかな午後は強い風が吹きますですからあの桜がハラ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 舞うようなシーンも明日見られそうですそして中通りの中部です滝桜はこれ開花を促す雨になるから<ー>この雨が上がった後明後日は かなり見ごろを迎えるんじゃな楽しみですね,ですねえ午後は北寄りの風が強まります明日気温が上がらなくて寒いと思いますよ雨と風でそして中通りの南部です、えー、総雨量は50ミリから80ミリぐらいまあ災害までは起きないと思いますけれどもかなりしっかりとした降りになるのではないかというふうに見ております夕方までには上がりますそして会津地方ですこちらはもう最下雨ですね、うん、えー、朝はザーザー降りです、えー、鶴賀城は 明日雨の中のの開花宣言と雨の中ってあるんですねやると思いますちょっとさっき聞いたらやるそうです <laughs> <laughs> でこの後なんですけれども向こう1週間の災害発生リスク木曜朝におじも注意です、はいえー、ここまでアスパラがコハウスの中成長してるんですがアスパラ農園の方によるとマイナス4度以下になっちゃうと二重でビニールを、えー、覆っても危険な温度帯強いしも来ないでくれということなんで木曜日予想されてます ですから、農家の皆さん、えハウス農家の皆さんも含めて、木曜日の朝のですね。ええー、遅じもには気をつけていただきたいと思います。そして、明後日以降なんですが、まあ、確かにね、水曜日、木曜日は朝お遅じものリスクあるんですが。昼はすごくいい天気です。週末も。ずっと。金土日。お,いいね、お花見日和になりそうですよ。はい、それでは週間予報を見てみましょう。 あごめんなさいタイヤ交換ですねタイヤ交換は市街地だけで乗るならもう交換してもいいおいいですかただ峠越えをされる方はですねもうちょっと待っていただきたいと思います、うんはい、週間予報です、えー、ということで明日だけなんですよだから明日だけ休みの方美容師の方なんてえー、なんでこんな天気なのっていうふうに思うかもしれませんね <laughs>、えー、今週も暖かい日が続きそうです一区はこちら雨風にハラハラと舞う早桜福テレソラネットでした